ご飯を作っていきます。今日はぐるぐるウインナーを焼いていきます。あと焼き芋も作ります。クマさんが誕生日プレゼントで買ってくれました。今日はこれを使ってやります。はい、油を入れていきます。結構いったな焼きバナナと焼き芋。おい、うんうんうん、おい、煙もくもくスキレットに行くぜ。うん、うわー、いい音。うわー、ファイヤー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 ソーセージぐるぐる。おー、いいっすね。螺旋の力を感じるぜ。ふた、いいね、ふた付きスキレット。これ、ふたの上に炭のしたらダッチオーブンとかみたいにも使えるやん。火とか映るように。いい音。いいね。いい感じ。おお。いい色。わあ、いい光になりました。ねえ、螺旋力を感じるぞ。はい、それは何でなんか売ってたスープ。ミネストローネ。ミネストローネを、ここに入れてしまいます。でぜーん。うわー、ファイヤーあっちあっち。うわ、すげえ、グツグツ。グツグツ。バナナ置いてもいい？はい。はい。焼きバナナ。焼きバナナ。ちょっと火を。うん。あ、いいね、いいね。先っちょ焼けなさそうやんけ。軽く、うん、待ってろよ。おお、あ、はい、はい、チーズ。チーズ、素晴らしい。それで水分飛ばしたら飛ばすんや。軽く。焼いていきたいと思います。およ、これは絶対うまいでしょ。ちょっとこれはこのままもうガブッとねじまま。あ、うめ
うん、どうですか。ジューシーですね。おすごい。ミネストローネがイタリアンですね。イタリアンですね。うん、チーズ、チーズをトッピングしていった。うん、あ、うまい。素晴らしい。これはうまい。うまそうだ。いい顔しとるな、うん、朝食作りのたまに、うんうん、ありがとうございます。これおお良いでしょう。はい、まあ、めっちゃうまい。頼む食べる食べる。あ、うんまうんまあ、ミネストローネのさっぱり感ありやね。いいですね、この、うん、やっぱり焼き花、焼き花、こういう料理があるかどうかも知らんし、食べたこともねえけど、普通やな、見た目案外。あ、でも、おう、あ、え、いいかも。もう一個の方をもっと焼けばいいのか。いきます。ちょっと焼き方あらんのかな。そうかもしれない。おう、うまい。変わります。ねっとり変わる、うんと、なんやろうな、これ甘みが、あの、うまい多分焼けた。多分焼けました。見た目はよくわからない。割っちゃうか。いい。おお、ホクホク系いいんじゃね。あっちいただきます。あ、うまい。マジでホクホク。これトロトロ系よりホクホク系の方が好きなんだよな、焼きは。うん、どう。美味しいです。甘いです、これ断面。うん、へー、バッチリバッチリ。じゃあ、こんな感じで今回の動画は終わります。まさきずキッチンでした。はい、以上でした。10でした。